これから肝試しに行きましょう。こんな寒い真夜中に出かけるとか大事かな。前も真冬に肝試ししに行ったよね。やることなすこと季節感ガン無視で草。まあまあ落ち着いてください。スノフェス、スノフェス、それ言えば何でもいいわけじゃないからな。まあそんな焦らないでください皆さん。今は午前0時ですからとても早起きなんです。数だけ見て判断してそう。ほら行きますよ皆さん。レッツともびき道路へ。心霊スポット行くテンションじゃないです。友達いないからお前は大丈夫そうだな。貴様殺すぞ。地雷踏んだみたいですね。みんな元気？私はこれから心霊スポットに行きまーす。黙れよ歩く郊外。ただいま私たちは閑静な住宅街に来ていますが。閑静？なんと私たちはこれから心霊スポットに行きます。さっきも聞いた。場所は友引道路。私には関係のない場所です。誰だ私をぼっちって言ったやつ。お前だよ頭はいてんのか？はいここで皆さん時計を見ましょう。時計の針は何時を指してるかな？夜中の12時。分かってんだったら黙って歩きませんか？でも歌舞伎町は眠らない街ですよ。この街は今みんなぐっすりだぞ。明日のご近所さんからの目が怖い。それじゃ、早速向かいましょうか。せめて黙って歩いて。ここは一体どこなんだ？同じところを回っている気がしてならない。あ、奥に誰か人がいるよ。本当に人なんですかね？そういうことでもやめろ。あ、ついに私も幻覚が見えてきてしまったのか。生首が4つ見えるなんて。字幕がクソファンシーで草。話聞いてあげて。ちなみにですが、私たちはあなたの幻覚じゃありませんよ。今は心霊スポットに来てるんです。そうなのか、一か八か。このライトを使って後ろのやつを照らしてくれないか。え、どうしてですか？やつが、ついてくるんだ。ま、いいや。それよりも名前は？俺は、クゼアキラ。警官をしてて、行方不明者を捜索してたんだが。勢い余って道に迷っちゃったと。いや違うよ。今明らかに霊的なものの影響を受けちゃってるんだよ。ところで、さっき言ってたやつって何のことだ？ああ、それなんだが、見るたびに寒気が走るような薄気味悪い人形なんだ。まにに人形なんて、なんて。用務の言う通り人形が動くなんて話信じられないけど。見てみればわかるさ。やつはじりじりと近づいてるってな。まあヨウムがそういう前に生首が動いてるのもあれだけどな。生首っていうかまんじゅうだけど。聞き取れなかったのって私だけなのかな？日本語検定1級のリスニング問題だったよ。てかところどころに張り紙貼ってあるね。どうやら結構古いみたいだけど。あ、もしかしてこれ？そうだ。さっきからずっとぐるぐるとここを回ってるんだ。逃げ切ったと思えばここにいて、また逃げ切ったらここにいる。そうか、となると私たちって今結構命の危機じゃね？誰が最初に楽になりたい？変なオブラートに包むのやめろ。ま、そんな冗談は置いといて、怪異とか妖怪の類は私にお任せよ。ご本人ではないけどね、私も一応いるんですけど。てかこんなことになるんだったらアジサイ省かなきゃよかったね。うわぁ、連れてきて怖がらすとか性格悪いな。投げつけて食われてるうちに私たち逃げられるじゃん。ごめんもうちょっとネタ的なものを期待してたわ。君たち話してるけど後ろになくても大丈夫かい？いましたけど。全身が握りつぶされる音が聞こえた。そもそもこの人が薬中で人形動く幻覚見えてるんじゃないの？本人の真横で言う言葉か？おっさん元気だしな。実すれば罪は軽いよ。警官って君たち何か知ってる？ここでちょっと一息ということで張り紙を音読しましょう。君頭おかしいってよく言われない？さてそんなことは隅に置いといて、出口に向かいましょうか。興味移るの早すぎて草。ここで死ぬことが人生からの出口なのかもしれませんがね。死は救済とか言ってそう。これが深い話か。深くないしなんならいい話でもないよ。てか少し寒気がするよな。いやまあ寒気というか気温的に寒いんだけど、これ提案した人は相当頭がおかしいですね。誰が提案したん？アジサイだけど。あ、納得。てか提案したのだけじゃなくて今私たちが話してる。あ、カメラの調子直ったみたい。カメラは何かを感じ取ってるみたいだな。でも人形のご尊顔はあの一回しか撮れてないんだよね。YouTube 流したいのに困っちゃうな。こういうやつは、最初に食われて、死ぬ。ゆっくり読む心の俳句。肝は死ぬです。冬はたくさんの生き物が死ぬからね。理由が最低すぎる。てかよくまあそんな懲りずに YouTube に流すな。去年の冬もお化けに襲われてただろ。まあ私たちってお化けとあってなんぼみたいなところあるからね。エレベーターの化け物で味しめたわ。あそこでお前は食われるべきだった。とまあなんやかんやで歩いてるわけだけど、全然出られる気配がしないね。まあ友達としてて押しかれてるんじゃない？喜びな。お化けはちょっときついっす。今のところ取れ高も何もないから明日も来ようよ。出られる前提で話進めてるけど本当に大丈夫？いや人形って本当に動いてるん。タイトル薬中道路に行ってみた。にしようかな。薬中道路に行ってみた。それだと霊夢が薬中みたいだよな。薬中道路という道路に行くのか薬中が道路を歩くのかが変わるってすごいって思ったけど全然すごくもなかったわ。いや本当に君たちちょこちょこ後ろ見るから動いてないように見えるだけだよ。じゃあギリギリまで見ないで見ようかな。命を懸けたチキンレースを展開するな。私たちめっちゃ喋ってるけど近所迷惑じゃね？迷惑系 YouTuber って思われてそうで非常に遺憾です。実際問題迷惑かけてるんだよな。あ、出れた。これは、お礼を言うべきか、ともかく、助かったよ。ありがとう。今度は道に迷わないように、ゆっくり休めよ。お元気で、自首してください。本当に動いてたんだよな。
さて、なんか人助けできたね。もうこれで終わりにしないか？迷惑かけることになるし、てかそれ以前に寒いし。ビデオ編集したら明日も行くけど、お前一人で行けよ。